今年も極わせ温州みかん日南一号の収穫が9月から始まりました。極わせ温州みかんは皮が緑で甘みが果実いっぱいに濃縮され、爽やかな香りと風味豊かな味が特徴で、日南市内では約260戸の農家が生産しています。このうち日南市東郷にある野田農園では、家族や作業員らがみかんの収穫作業に追われていました。広さ100アールほどの農園にはみかんの木が約500本あります。今年の生育状況について伺いました。6月の長雨が非常に心配されました。で、梅雨明けとともにですね、日照戻りですね、美味しいみかんができて、おりますので、いっぱい食べてください。贈答用として年々注文が増えている極わせ温州みかん、収穫と出荷作業は10月上旬まで続き、主に関東や関西方面に出荷され、 JA 浜遊管内では約2300トンの出荷を見込んでいます。